斉藤健は、通産官僚。自由民主党所属の衆議院議員。農林水産大臣、農林水産副大臣、環境大臣政務官、埼玉県副知事等を務めた。東京都新宿区生まれ、成果は写真屋。東京教育大学附属駒場高等学校、東京大学経済学部卒業。1983年4月、通商産業省に入省。 資源エネルギー庁石油部流通課に配属。1991年、ハーバード大学ケネディスクール行政大学院に留学し、修士号を取得した。1994年、通商政策局米州課で日米間の自動車交渉を担当。大臣官房秘書課人事企画官を経て、1999年に深谷隆史通商産業大臣の秘書官に就任。 その後、内閣官房行政改革推進事務局企画官を務めた。2004年、上田政二埼玉県知事の招聘を受け、埼玉県副知事に就任した。2006年、衆議院、千葉7区の補欠選挙で自由民主党の公募に、応募221人の中から選ばれ、同等公認で出馬したが、955票の僅差で、民主党の大田和美に敗れ、 落選した。保選では、竹別と村による、最初はグー斉藤健、という応援演説が話題となった。2009年、第45回衆議院議員総選挙に再び、千葉7区から自民党公認で出馬し、福島2区に国会した大田に代わり出馬した民主党前職の内山明に、約2万秒差で敗れたが、重複立候補していた比例南関東ブロックで、 復活し、初当選した。同等の新人で当選することができたのは、斉藤と小泉慎次郎、伊藤義隆、立花の慶一郎の4人のみだったため、自民再生の4天皇と評され4人で、4シリングの会を結成、当選後わずか40日で、党環境部会長に抜擢された。2010年4月6日に発足した自民党政権力委員会で、環境、 温暖化対策担当に起用された。2012年、第46回衆議院議員総選挙に千葉7区から出馬し、民主党から、新党絆、国民の生活が第一を経て、日本未来の党に移った内山明ららを破り、再選。選挙後に発足した第二次、安倍内閣で、環境大臣政務官に任命された。2013年、自民党の林部会長に就任した。 東部会長には農林族議員が就任するのが通例だったため、畑違いの通産省出身者の就任に注目が集まった。特に農協改革の法案作成段階においては、議論は紛糾に紛糾を重ねたが、2時間半の会議を8日間連続して開催するなどして何とか取りまとめることに成功した。 このような手腕が評価されてか、異例の農林部会長留任が決まった。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙に自民党公認で千葉7区から出馬し、参戦。2015年9月29日、石破派の旗上げに参加した。同年10月9日、第3次安倍第1次改造内閣で農林水産副大臣に任命され、 第三次安倍第二次改造内閣まで務める。2017年8月3日、第三次安倍第三次改造内閣で農林水産大臣に任命され、当選3回ながら初入閣した。同年の第48回衆議院議員総選挙で4選。同年11月、第4次安倍内閣で農水大臣に再任。在任中、約40年ぶりの減炭政策の見直し。 約60年ぶりの農協改革、約50年ぶりの落農改革、流通改革、日本、オーストラリア経済連携協定、TPP、日本、EU 経済連携協定などの前進に注力。また、31年ぶりの商業捕鯨再開に道筋をつけた。2018年10月と、等 TPP、非 EU。 日米タグ等経済協定対策本部事務総長、衆議院農林水産委員会理事、原子力問題調査特別委員会委員に就任。2019年、衆議院憲法審査会幹事に就任。2020年、衆議院予算委員会理事に就任。2021年10月31日、第49回衆議院議員総選挙でご選。ありがとうございます。